絶対にこうやってさ、前に倒れてる状態で回さなきゃいけないさ、なんで水平回転なのよ。だからこれがこういう動きだから、その格好のまま動いたらこうじゃん。もうちょっと下がっててもいいかな、左肩が。ここが縮まってていいかな。そうそうだね。で、ここが縮まる、こっちが伸びるよね。今度は逆になってもらうけど、ダウンスイングしたらこっちが縮まってこっちが伸びるっていう風な状態でちょうどぐらいだね、多分ね。すごいな、頭が突っ込んでる感じしますね。ここが縮むと縮む。ここ縮む。そう、それで右の肘が下向かないと。そう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 、はい、それで今度は左の、そう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 、それでこっち側がもっと伸びてって当たってって、その格好のまま左の肘がもっと高くなる、左の肘が高くなる。そう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 、そういうふうにならないと。これでも。いや、だから結局そういうふうに使い慣れてない。